ジェネシーはアメリカ海軍の艦隊衛戦。1942年5月5日にコレヒドールで自沈。その後引き上げられて日本の第107号小海底となった。1944年11月6日に米軍機によって撃沈された。ジェネシーの前身は1905年建造のモノカシーである。1917年7月27日に フィラデルフィア・アンドレディング鉄道から海軍が取得。1917年11月10日にジェネシーとして収益した。1917年11月20日にフィラデルフィアを出港し、ニューロンドンで戦団と合流して1918年1月27日にアイルランドのクイーンズタウンに到着した。その後は第一次世界大戦の終わりまでブレーマーハーフェンから、 クイーンズタウンの間の海域で活動した。ルエラをクイーンズタウンからブレストまで栄光した後、1918年12月31日にアゾレス諸島のポンタデルガダに着き、そこで1919 19年4月1日まで栄船として使用された。1919年4月1日、ブレストへ向けて出港。同地で活動月30日からの7ヶ月間はスパラと ダルマチア、カステラ湾で活動した。続いて、ジェネシーは極東に配備され、1920年9月7日に、ルソン島のキャビテに到着した。1921年に夏には、艦隊とともに、中国の延大市を訪れた。その後も、極東で活動したが、太平洋戦争中の1942年5月5日に、捕獲を避けるためコレヒドール島で自陳した。 ジェネシーは、第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。自沈した、ジェネシーは、日本海軍の手で引き上げられた。復旧工事の後、1944年4月20日に、第107号小海底と命名、小海底に類別、本籍を、佐世保ュフに定められる。第三、南遣海艦隊付属に編入。しかし、 何分沈没していた上に老朽館だったゆえ、定席編入後も、各種工事や改修、乗組員の教育が行われた。10月に一応の工事が終わり、10月13日に臨戦準備の傍らで、講師運転を試行したが、火事の動作が不良のため2日間で終わり、再び工事が行われた。工事終了後、10月28日に引き渡し式が行われ、 正式に収益した。10月29日、軍隊区分北非部隊第一総統隊に配置。その後は、多号作戦支援のため、マニラ湾に出動して、対戦紹介を行った。11月5日朝、第107号紹介艇は引き続き多号、作戦支援任務中、ルバング島沖で、第38.3任務軍の F6 回ヘルキャット16機の攻撃を受け、 爆雷庫や放水車などに被弾し炎上、航行不能となった。その後、第53号区選定の応援を得て消火し、夜を徹して、応急修理に努めた後、人力相談によって、マニラに向かったが、翌6日朝、SB2C ヘルダイバー6機の攻撃を受け、環境と機関室に被弾して、前提が炎上し、北緯14度23分、統計120度25分、 北緯14.383度統計120.417度、14.383120.417の地点で沈没した。山田常造隊員、1944年6月15日から1944年11月6日、戦死、同日付任海軍少佐第107号紹介邸に関するカテゴリー。ありがとうございます。